えっと、今日はですね、え、この、Google 翻訳、小さなの見えますかね私のこれページな。この一番上にこう、こう、え、お気に入りがあって、ここに Google 翻訳って Google 翻訳の、えっと、ま、使い方で、あの、これでま、ほぼ、英語を勉強できちゃうっていうことなんですけど、ちょっと Google 翻訳見てみますね。これちょっとね、普通はこの、このくらいの大きさなんですよね。 これ日本語。これ英語。日本語にして英語に直すこともできれば、英語から日本語に。韓国語なんかもありますけれども、あの、これ他にも言語いっぱいありますから。<laughs> ですから選んで、まあ、こっち側、日本語で英語っていうのがまあ普通なんですが、これ英語から日本語でもいいですけど、まあ、日本語から英語にするのが一番ね、簡単なので、これ行いっていきたいと思います。これちょっと小さいので、大きくしますね。えっと、大きくするときには、 もっとこれ小さく、小さいで押したいときには、えっとね、まあ、いろんな、こう、ブラウザーによって違うと思うんですけど、ここの、これプラスにしていくと、ズームでほら、ふくなりますよね。こういう感じ。もしくはね、なんかどっかにあるはずなんですよね。もっとどっかにないかな。これ、ここら辺クリックするとどうだろう。ないか。あとはね、えっと、コントロール、あの、キーボードのコントロール、一番左の下にあたり、だいたいそこら辺にあります。 CTRL って書いてある。それを押しながら、えっと、マウスのホイール、真ん中にあるホイールね。あれを前に押すっていう感じ。前に回すって感じ。こんな風に大きくなります。コントロールしながら回してるんですけど、これ大きすぎ,しすぎちゃいましたね。こんなもんですかね。それか、コントロールを押しながら、えっと、プラス、えー と、キーボードの真ん中よりもうちょっと右側あたりにちょうど中央の真ん中の L の右側あたりにプラスあるんですが、コントロールを押しながらプラスを押すと、こんな風に押すになります。これ、コントロールを押しながらマイナスを押すと、マイナスで上の方の段の上から2番目あたりのイコールの下あたりのところ、イコ,イコールと同じかなキーかな。これマイナスをこうやって押すと、こんな風に小さくなったりするんです。で、これ元に戻したいときには、コントロールを押しながらゼロを押すと、 こんな感じで元に戻ります。えっと、ま、自分の大きさに合わせてやってみてね、私はこのくらいが一番見やすいんですけど、<laughs> じゃあ、これちょっとやりましょうか。ここに、例えば、まあ、部屋の中にあるやつ、今、私の目の前にマイクがあるんですけど、マイクっていうふうにこう入れますよね。そうすると、ここに出てきます。で、発音、こんなふうに出てきますんで、 これちゃんと、えっと、勉強になります。これ読みましょう。マイク。マイクロファンっていう感じね。でこれ前、一行くらい開けて、ここにそうですね。マイクスタンド。これもで何て言うんでしょうか。あ、これですね。マイクロファンスタンド。じゃあ次行きましょうね。えっと、そうかな。え自転車行きましょうか。自転車。あ、出ましたね。バイセコルそれから、 これね、音をこれだけ聞きたいときに、えっとね、これをやっちゃうと、マイクロフォン、マイクロフォン、スタンド、バイスクル。っていうふうに、こう全部いっちゃうんですよ。で、これ、えっとね、これだけちょっと音を知りたいなっていうときには、こういうふうに、ここ、選択ね、こう、こういうふうに左クリックをしながら、こうやってドラッグすると選択できますから。で、辞書表示で出るので、これをやると辞書も出ます。 でこれだけ。これ1個だけ。で、バイセクルの定義もありますね。ここにね。これ英語で定義してあるんですけど。ですから、レベルがもっと難しいのを見たい人は、バイセクルを定義してあるのを読んでもいいですよね。ちょっと読んでみましょう。せーの。A vehicle composed of two wheels held in a frame, one behind the other. Propelled by pedals and steered with Attached ハンドルバー b a t t a c h e d to the front w h e e l ハンドルバー b って言うんですね、えっとえー。自転車のハンドルはね。ハンドルバー b って言うんですね。覚えました、私もで。ここにほら、ちょっと似たようなやつがあるので、これも参考になりますね。えっと、どうしてもあるんです、バイセクルは。そうすると、これも読んでみましょう。Ride a bicycle in a particular direction. えっと、まあえー、バイセクルに乗ることをバイセクル。チャリ、バイセクル。チャリンコ。チャイルド、ピークポケット。ピークポケットこれ何なのピークポケット。これ自転車じゃないと思うんだけど。バイセクル。これ何でしょうねチャイルド、ピークポケット。チャイルド、ピックポケット。チャリンコって書いてありますね。子供のスリだ。あ、そうそう。ピークポケットリスリでした。そうです、そうです、そうです。 子供のすりのことをチャリンコっていうのをね <laughs>、初めて知りました <laughs> いや。これじゃあ英語読んでみますか。チャイルド k ック c ケット。<pick> はい、これですね。そしてこれ、バツにすると、えっと、あ、これ、ここに戻ってきちゃったかな。ちょっとどうだろうな。さっきのに戻れるかな。さっきのに一番最初やってたやつにもう一回戻りたいときには、ちょっとわかんないんですけど、これ履歴っていうのがどっかに、あ、履歴ありました。履歴を見ると、えっと、 えっと、さっき、子供のすえっ、ー、と、マイクスタンド。マイク、あ、これですね。これが履歴ですよね。はい。これで戻れるのかなどうなんだろう。これ、いけるかなこれで。ちょっと、これ、これ見てみますあ、これじゃダメだ、やっぱりね。これじゃダメでしたね。えっ、ー、とね、これ履歴をちょっと消して、さっきのが出てこないから、あ、保存済み、これ見てみますか。えっ、ー、と、 チャルトフィックボケットでしょあ、これだけだな。やっぱりな。さっきのちょっと出てこないみたい。これで、あの、あるはずなんです。どっかに。必ずあるはずなんですが、私にはどこかわかります。これは私がね、えっと、前に、えー、と、この、翻訳使った時のま出てますね。これね。えー、でもさっきの、あの、結局、私保存しませんでしたからね。もう一回ちょっとやらなきゃダメかもしれません。 でしょうね、たぶんね。はいはいはい。じゃあもう一回ちょっとこれ消して、もう一回いきますか。ここからね、しょうがない。じゃあゲーム、これいきましょうか。ゲーム、あ、ちょっと待って。これ、日本語から英語だ。はい。ゲーム、あ、さっきのもしかして日本語からじゃなくて英語からになってたから出,た出なかったかもしれない。これ、日本語からにして、 そして履歴を見るとあるかなえっと。あ、ありますあるかもしれません。あ、ここら辺かもしれませんね。これ、これ、これ。これでも全部一度にならないかなマイク、こういうマイクもあるんですね。あ、これね、こんなことありますね。あ、今までのやつ全部なんですけど、これさっきのやつをひと、ひとまとめにしててゃないね。 今までのやつ全部逆にこうずーっとありますね。これ、私これやる前にこれ、これ見てたやつなんですけど、これマイクここ、ま、これ。これ、さっきこんな風に書いてた私。マイ,マイク、これダメですね。あ、これマイク。あ、ここ、マイクロファン。ここからですよね、さっきのはね。こんな感じでしたよね。で、次がこれでしたよね。これ間違って書いたやつがここに書いてある。マイクスタンド。これがマイクスタンドでしょそれから、マイクスタンド。 マイクさんと自,自転車。自転車、ちょっと待って。あ自転車だけのはないかもしれない。あ、自転車あったあったあった。そうすると、さっきとこれ同じかなこういうふうにやると、あさっきのが出てきました、これでね。こういうふうにもできるんですね。っ <laughs> て私、よく分かってますけど。これ何と、何でしたっけ、今度。あ、元気。元気。ここに行きましょうか。はい、エナジェリックで。さっきと同じように、これ発音が分かんないなと思ったら、こういうふうにして、辞書を表示すると、ここに出ますから。 エ r i ジ v o l ッ i n g Great a c t i v ィ t y or v i t ティ i t y って書いてありますねこの他のエネルジェティックに近いようなね。あのパーキーとか、アクティブとか、バウンシーとか、それからタイアレスとか、バブリーなんていうのもありますね。はい。ゼーラス、フィアリ、ファイリーっていうのがありますね。はい。いろいろあるの、これすごいね。こんなにあるんですね。Full of the Joy of Spring えっとえ、春の喜びに満ちてみたいなのが。それから、feasty っていうのもあるね。high ククテ o c っ t a i n t ああ、high actain ってあ,ありますね。<laughs> はい。マイクサンド、元気。そして、もう一つ行きましょうか。じゃあ、元気の次は、それでそれでっていうのをちょっとやってみますか。あ、so っていうんですよね。英語ではね。それから、いいじゃない。 いいじゃないっていうのはどうでしょう ?That's fine! こういうふうにも言うわけです。他にも、まだまだ。まだまだ。Not yet. これ全部回ってますね。最初からちょっと読んでいきましょう。one, two, three.Mic, m i c r o p h o n e m i ン stand.Microphone stand. 自転車 .Bicycle. 元気。How are you? おちょっと待って。あのルジエティックだったのにさっき。 今度、ハワイに変わってますね。これ、前後関係のでちょっとあの考えちゃうんですよね。この Google 翻訳が。だから、変わっちゃいましたね。これ、元気っていう意味で使ってますね。じゃあ、元気何しとくか。どうでしょう。あ、エナジェティックに戻りました。<laughs> すいません。これで、こういうので、これちょっとほら、なおつけるとエナジェティックなんだなって分かると、形容詞だなってことが分かるのでこ、この文法の勉強にもなりますよね。こういうふうにやっていくとね。面白いね、これ。 じゃあ読めましょう。元気な。エネルジェティック。それで、so,、はい、いいじゃない。that's fine. まだまだ。not yet。大丈夫ですね。これ、もう目の、ま、目の回りにあるもの、全部これいけますよね。あ、もう一つだけいきましょうか。フルート、私の、えっと、今、フルートが目の前にあって、そのケースがあるんですけど、フルートケース。これなんていうフルートケース。 あ,あそのままですね。<laughs> フルートケース。で、これ発音。どうでしょう。本物の発音聞いてみましょうか。出てこないな、これ。どうあ,あダメだ。これじゃダメだ。あ、わかった。これ2号になっちゃうとダメなんですね。多分ね。1号だけだったら出てくるけど。2号だとダメなんですね。分かった。フルートとケース、別々じゃないとダメですね、これね。これはこれで、出てこない。<laughs> <laughs> これは出ないですね。これは出るんだよな。これ出る。ちょっと後ろから選択したらどうこれではあ、これなんか不思議。これをこう選択すると出ませんが、こう選択すると出てきますね。どうこれでどうあ、ダメだ、やっぱり。これはどうあ、ダメだな。なんでだろう。なんでかわかりません。さっき選択して出てきましたよね、これ。あ、出てきた。<laughs> 不思議。 ですねはい、こんな感じです。はい